はい、こんにちは。今回はこのカートリッジリーダーというものを作ったので紹介したいと思います。で、これはすごいんです。何かと言いますと、こういった古いゲームのカセットの中身を読み込みまして、こちら SD カードに保存してくれるというものです。いわゆるロムの吸い出し機と呼ばれるものなんですが、これの何がすごいかと言いますと、一つは対応機種の多さで、ここは任天堂の64で、セガのメガドライブで、スーパーファミコン、そしてここにゲームボーイ、このカラーもアドバンスもいけると。で、本体だけではこれだけなのですが、こういったまあ変換アダプターを使えば、他にファミコンやネオジオポケット、ワンダースワンなんかにも対応するという、本当に対応機種の多いロムの吸い出し機なのです。そしてもう一つすごい点があって、これは誰でも作れるように作り方が公開されているという点、すごくないですか？私はこれを YouTube で紹介されている動画を見て、この存在を知ったのですが、その動画を見た瞬間にもうどうしても欲しくなって、その動画を見終わってすぐに部品の発注を始めました。ですが部品の一部は中国から輸入する必要があって、その部品の到着までに1ヶ月近くかかりまして、つい最近ようやくこれが完成したという感じです。そして今見ていただいているのは、これを作っているところの動画です。かなり長いので、その一部を少しだけ紹介したいと思います。これ失敗しました。パターンが剥がれちゃいましたね。これは今アキスキ電子で購入したタンタルコンデンサーを取り付けているところです。サイズが指定のサイズよりちょっと大きいのですが、なんとか取り付けられました。そしてこれは日本のアマゾンで買ったチップ抵抗のセットです。このカートリーダーには表面実装部品が多く使われています。これはスーパーファミコンのスロットの余分なネジ止め部分を切り落としているところです。これがあると邪魔で取り付けられないので、ノコギリでギコギコと切り落としました。ノコギリで切っただけではまだ出っ張りが残ったので、これはニッパーで切り落としました。はい、こんな感じで作ったのですが、約7時間半かかってこれが完成しました。想像以上に時間がかかってしまいましたね。それでは何か試しにカセットを読み込もうと思うんですが、そうですね、このスーパーファミコンの聖剣伝説、
これをちょっと読み込んでみましょうか。カセットをこちらのスロットに差し込みます。そして横のこのスイッチですね、これを設定するのですが、これは公式サイトに書かれていまして、スーパーファミコンの場合 5V EEP はオフ、クロック0と1がオンという設定になっています。最後に書き込み用のマイクロ SD カードをセットして準備が完了です。それでは USB ケーブルをつなぎまして電源を入れたいと思います。はい、起動するとこのようなメニュー画面が出まして、こちらのボタン、これがセレクト、この右のボタンが決定なのですが、はい、このメニューの横にドットが出ていますよね。このドットをセレクトボタンで移動させて、今スーパーニンテンドー、これがまあスーパーファミコンのことなんですが、で決定を押します。さらにもう一度決定、そうするとこれ自動でカセットがチェックされて、今聖剣伝説2とローマ字で表示されてますね。でさらにこれをリードロムを押しますと、これでインジケーターが進みまして読み込まれています。チェックサムが計算されて、これで OK ですね。この状態で SD カードに書き込まれました。では中を見てみましょう。はい、これが今読み込みました SD カードの中身です。SNES というフォルダができています。この中にこれですね、聖剣伝説2というフォルダーができて、はい、ありました。この聖剣伝説 2.sfc というファイルが今読み込んだカセットのロムのデータとなります。その sfc ファイルをこの Windows で動くエミュレーターにちょっと読み込ませてみます。はい、動きました。はい、普通に読み込めましたね。ボタンを押して、あ、はい、こんな感じで、ちょっと今ボタンがわからないので進められないのですが、まあ、あの読み込みは、成功していますと。はい、というわけで今回はこういった昔のゲームのカセットを読み込んで遊べるこのカートリッジリーダーというのを作ったという紹介でした。古いレトロゲームなんかは中古のゲームショップで比較的安く買えてお得に遊べるので、これはぜひおすすめしたいなと思って動画にしてみました。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。